ちは、劇団スカッシュで粘りっぽいね粘りっぽいいいんすよ、その粘りっぽいとかっていう感想ははい、今日もプラモデルを作っていくんですけれども、今日はガンプラではなくこちらでございます。ててーんこちらはスターウォーズファーストオーダーストームトルーパーのエクセキューショナーモデルでございます。これ皆さん初めて見た方の方が多いかと思うんですけども今度12月年末に公開されますスターウォーズエピソード8、あ、ついやるの？やりますよ。12月に12月、最後のジェダイ、最後のジェダイに登場するストームトルーパーなんです。エクセキューショナー、まだこれどういう活躍をするのかちょっと定かじゃないんですけど、多分フィンと戦ったりするのかな。最後のジェダイ、ジェダイって言ってもあれですよ、ジェット大輔さんのことではないですからねで、このスケールが12分の1ということなんで、以前組み立てたこの BB8 ね、BB8 こちらも12分の1だったんで、これとサイズ感的にはぴったりくるんじゃないかなというふうに思ってます。これぐらいのトルーパー的にはね。はい、ということで皆さんも興味津々だと思いますけども、早速組み立てていこうと思います興味ないよー。えいえい、おー、ストームトルーパーってさ、大体雑魚キャラでしょ。そう仮面ライダーでいうところのショッカーだよね。だからそれただその形になって出てくる。いや違うんですよエピソード7からそのショッカー的な役回りだったはずのトルーパーが結構フューチャーされてるんです。マジでセブン見てないんだよ。セブンだけ見てない。セブンをぜひね、セブンから面白いらしい。セブンからいやいやもう6までも面白いわトルーパーエクセキューショナーのこちら完成でございます。どうですかこちら。このですね、この新武装のなんかこのカニバサミ的なこの新武装が、これなんていう名前なんだろうな、これなんていう名前、ざっくり見た感じだと書いてないですね。だからまだもしかしたら名前がない。でもこの武器が結構かっこいいですよね。この間のね、こう多分なんか電気的なものを発しながら相手にこう切りかかっていくんだと思いますけど、それをこのクリアパーツで再現していると。でもちろん腰回りにこちらブラスター、トルーパーのブラスターもついてますけど、まあ、ブラスターとの持ち替えも可能ですし、手のパーツがいくつかついてる。あとこちら先ほど中田さんがあれこの人ってこういう黒い部分あったっけと言ってたんですけど、これは要するにエクセキューショナーモデルのこれが特徴ということなんでしょうな。もちろん普通の白だけのヘルメットとかこの、肩周りのパーツもついてますんで、普通のトルーパーとの組み替えも一応このモデルで可能ということで。そしてね、何よりね、このトルーパーのプラモって初めて組んだんですけど、特徴としてこの丸みを帯びた感じのパーツが結構一個一個しっかりしてて、この可動域もそれなりにね、こう上りを持つみたいにこれをこうね持ち替えたりっていう、この肩周りもそうですし、この胸周り、あと腰周りで足も結構な角度まで、開いたり曲がったりする。この可動域が広いっていうのもすごくいいですね。あとですね、こちら素晴らしいことに、水転写式のデカールの方もついてますんで、これねちょっとここのここの武器が結構かっこよかったんで、これ後でちゃんとシルバーで塗装してちゃんとデコレーションして、ちょっとまあちょっとそれを動画にするかどうかは分からないんですけど、ちょっとちゃんとしたものを後々ちょっとお見せしたいなというふうには思ってますね。せっかくねかっこいいんでね、ちょっとやっぱ短足に見えますけどね、でもかっこいいですよね。だからあれなのかな、このファズマの部下的な感じで登場するのかどうなのか、ちょっと最後のねジェダイのね、皆さんトレーラー見ました？予告編。あれにもまだ出てきてないと思うんですけど、あれなんかフィンと戦ってたのって多分ファズマですよね、確か。そのどういう感じで登場してくるかわからないんですけど、まあちょっとねこいつがどういう活躍をするのかっていうのもちょっと次の最後のジェダイの見どころかなというふうに思います。さあ、ということで今日はこちらのファーストオーダーストームトルーパーエクセキューショナーを組んでみたよという動画でございました。なんだっけ、終わりますだっけかな、終わります